真夏の夜の夢開幕。1991年8月23日、東京は夢の王国となった。今世紀最大の陸上競技イベント、第3回世界陸上競技選手権東京大会。8年前、世界がまだ西と東に分断されていた時代、国も政治も超え、真の世界一を決定する場としてこの大会は生まれた。そして90年代、世界が急速に歩み寄る中、アスリートの夢が一つになって実現した東京大会。その会場、国立競技場には168の国と地域から1702人の選手が集った。ここに開会を宣言します。東京大会はいきなりクライマックスで始まった。男子 100m、 主役はカール・ルイス。30歳にしてまた一つ新たな神話を作るか、若きヒーローにその座を譲るか。歴史的レースの予感に国立競技場は息を呑んでルイスを見つめた。今度は決まったでしょう。ルイスがずっとスピードを上げてきます。ルイスが来ましたね。はい、リフォード・クリスティがまずかリード。リフォードがリード。そしてクリスティが上にいるが、ルイスが一着でゴールイン。9秒8。勝利への宣言。追い風参考とはいえ、9秒80はルイスの強い決意を見守った。決して諦めない。決して負けはしない。ルイスを目標に追い続け、大会直前にルイスの世界記録を破った男、リロイ・バレル、弱冠24歳。世界のトップに立ってなお追う者の緊張感が彼を締め上げる。真のトップとは誰か、バレルは十分承知していたに違いない。真のトップはこの大会を制する者なのだと。硬くなるか。スタート、サングーマがいい、サングーマがいい。バレルがちょっと遅れた。杉本はどうか。杉本はちょっと遅れたが、杉本頑張ってるか。杉本遅れた、杉本遅れた。バレルが出た。バレル、サングーマ、そして杉本の7位。一準決勝、カール・ルイスは驚異的な自制心で自分自身に集中している。5コースがルイス、6コースがフレデリックス。スタートを切りました。今度決まった。ルイスがそんなにいいスタートではない。スリンがいい、スリンが出ています。スリンがわずかリード。ルイスが出るか。 50m 過ぎた。ルイスが出た、ルイスが出た、ルイスが出た。ルイス 1m 出した。どうだ、タイムはどうだ。9秒台。
今度は一発決まった。バレルいいスタート切っている。いいですね。そしてスチュワート乗っている。バレルがちょっと遅れてるか。バレルが出ます。バレル出た。あと 40m。 バレルがちょっと前出た。バレルが出た。さあ 9m 出るか。バレルがゴールイン。9秒94。また出ました。風は 1.1 9秒94。互角。これは面白い。わからない。わからないぞ。 100m の決勝、両者優勝の行方はわからない。9秒94が出ました。バレル通算6回目の9秒台。そしてついに決勝。2人の男は静かに同じスタートラインに向かった。ルイスとバレル、同じコーチの下で励む仲間であり最強のライバル。一発で決まった。バレルがいいスタート切ってる。ルイスがちょっと遅れてるぞ。バレルがいい。バレルが当てた。あと 40m。 バレルリード。そしてスチュアート持ってる。バレルがルイス。ああ、お、え、ルイス9秒ルイスですね。10秒86、世界新記録。やった。ルイスが泣いた。8年間勝ち続けてきたルイスが泣いた。初めて世界を制したかのように、長い間不可能だった勝利を初めて手にしたかのように、カール・ルイスが泣いた。
30歳、世代交代のささやき、その中での世界新記録による勝利。天才スプリンターにとってさえ9秒86への道がいかに困難であったかをルイスの涙は語っていた。Without Leroy, because Leroy set the tone for the whole year. He's been a dear friend to me. He's acted the same when he's won. He's acted the same when he hasn't. And I have to thank my manager, just everybody involved, because I couldn't have done it without anybody. And the one last thing I want to say is I just want to tell my father this one's for him. カール・ルイスはまた一つ神話を作った。それと同時に手強い敵も作った。カール・ルイスという名の最強の敵である。それは偶然なのか運命なのか、時として勝利は気まぐれな結果を生む。セポ・ラティ、やり投げ王国フィンランドが誇る世界記録保持者。前回のローマ大会を制し2連覇を狙う槍の狩人だ。しかしラティの槍は風との折り合いがつかない。勝利は同じフィンランドのキンモ・キンヌネンに味方した。力と技と宇宙の自然とがピタリと重なる瞬間が勝者を決定する。リソフスカヤ29歳です。さあタイトルを東京でも守ることができるかどうか、20メートルを超えたかどうかというところ。本人も納得していない表情です。さあ攻守攻が出てまいります。1投目20メートル64でトップにつけていますが、さあ伸びた。アジア初の世界チャンピオンはパンダの愛称にふさわしい笑顔で勝利を飾った。ルイスが歴史を作ったまさにその時、フィールドを挟んだ反対側では女たちの静かな戦いが始まろうとしていた。片や七種競技の女王ジャッキー・ジョイナー・カーシー、片や女カール・ルイスの異名を取る天才スプリンターハイケ・ドレクスラー。カーシーは
1回目の跳躍でいきなり7メートル32をマーク。3回目の跳躍でドレクスラーはカーシーにあと3センチと詰め寄った。ドレクスラーとの差を広げて勝負を決めようとするカーシー。しかし カーシーのアクシデントはドレクスラーを動揺させた。わずか3センチ、その先にある世界一の座を目指してドレクスラー最後のチャレンジ。勝負は決まった。わずか3センチ、その差が明暗を分けた。走り幅跳びで足をひねった翌日、テーピングこそ痛々しいが元気なカーシーの姿が競技場にあった。2つ目の金メダルに向かって、さらに
自分の持つ世界記録更新に向かってカーシーは飛び出した。3種目終わってトップ、あとは自分の記録との戦いに絞られたかに見えた。このフライングは数分後にカーシーを襲う悲劇の序曲だったのかもしれない。左足肉離れ、カーシーの危険で世界記録への夢が一つ消えた。一瞬にかけているのは選手たちばかりではない。一瞬を永遠にするために、永遠の一瞬を刻むために、休むことなくシャッターは切られた。カメラマンたちの世界陸上、18メートルの夢に向かって90年代のトリプルジャンパーは飛び続ける。より遠くへ、それは人類の永遠の夢の一つ。そして18メートルに一番近い男、それがこのケニー・ハリソン。
25カ国39人の女性ランナーが参加した女子マラソン。その中には4連勝中のワンダ・パンフィル、マラソンの女王ロザモタ、そして日本記録保持者有森裕子の顔が見えました。今マラソン女王の戦いの火蓋が切られました。まもなく10キロになろうというところ、今画面捉えていますが山下幸子、その後ろにロザモタがいます。気温が21度から22度ぐらいじゃないかと思いますが、まあ選手、走ってる選手はそれ以上にやはりこの暑さを感じてるかもしれませんね、はい、さあ先頭集団はスポンジテーブルに行きました。モタは取らずに有森がこのモタに渡しました。山下幸子、ドイツのビバ、この2人がこの先頭グループの前2メートルぐらい前に出ました。深尾さん、はい、この動きどうでしょうか。積極的です。ちょっとモタの表情が険しいでしょうか。そうですね、まず一応通って有森が今先頭で折り返していきました。このグループには580番のパンフィル、そしてドーレもおります。モタがこの集団から離れました。ここに来てちょっとモタとしては苦しいレースになってきました。やはり最初スローペース、モタにしたら本当リズムが取れないぐらいスローペースだったと思うんですね。モタが今ちょっと止まる仕草を見せましたが、また走り始めました。もちろんペドロサではありません。ペドロサコーチではありません。そうですね、止まりましたね。止まりました、はい、止まりました。モタはリタイアのようですね。26キロ過ぎ、女王ロザモタが予期せぬリタイア。本命という言葉が絶対ではないことをモタの後ろ姿が物語りました。私にとっては何もかもが勉強です。だから失敗を恐れず、初めから積極的に飛ばしていきたいと思います。そういった通り、有森選手は果敢に前へ前への走りを見せました。あっと有森がちょっと苦しくなってきました。ご覧のように有森が3メートル置いていかれました。有森頑張れ。先頭3人、山下幸子、そしてワンダ・パンフィル、カトリン・ドーレ。有森がこの先頭集団の3人になんとか追いすがろうというところです。果たして優勝争いで山下幸子、そしてワンダ・パンフィル、カトリン・ドーレ、この3人の争い、このままいってトラック勝負になるんでしょうか。ちょっとここでばらけてきたようですし、ドーレがどういうわけか、カトリン・ドーレがちょっと遅れ出しました、はい、ワンダ・パンフィルがスパートを見せました。41キロを過ぎてワンダ・パンフィル下り降りをして一気にスパート。山下幸子がこれつけるかどうか。ワンダ・パンフィルスパート、山下幸子遅れた、ドーレも遅れた、ワンダ・パンフィルスパート、10メートルリードを見せました。ワンダ・パンフィル今大きな歓声に迎えられまして、国立競技場のトラックに戻ってまいりました。赤いユニフォーム、ポーランドのワンダ・パンフィル、続いて白いユニフォーム、左胸の日の丸が大きく見えます。山下幸子、銀メダル確実であります。そして第3位、カトリン・ドーレ、ほぼ等間隔、20メートルから30メートルの差が開いておりますが、先頭のワンダ・パンフィルが今第1コーナーをカーブしてまいります。そして山下が今第1コーナーに入りました。お引きのように大きな拍手と歓声であります。山下は自己記録の更新が待っています。先頭ワンダ・パンフィル、先頭のワンダ・パンフィル、残りがまもなく 300m になります。続いてちょっとその差を縮めようという山下幸子、直線コースに入ってまいりました。そしてカトリン・ドーレ、もう山下に追いつく気力はありません。3位確保といった走りであります。ご覧ください、小さな体が大きく見えます。白いユニフォームの山下幸子、身長156cm、43kg、27歳の山下、今銀メダルに向かって必死走しております。さあ最後のカーブを切ります。先頭はワンダパンフィル、そして山下幸子、銀メダルは確実であります。さあゴールが待っています。まもなく2時間29分47秒48秒2時間30分を切りまして、今パンフィルゴールであります。優勝はポーランドのパンフィル、続いて2時間29分56秒30分を切りました。銀メダル、山下幸子見事であります。そ
して第3位、今カトリン・ドーレ、そして今有森裕子が残り 50m を切りました。時計は2時間31分を回っておりますが、あと 10m でゴールであります。有森裕子今第4位でゴールいたしました。荒木選手も10位でゴールイン。大会初の日本選手のウイニングランにスタンドの興奮は最高潮に達しました。人見絹江以来63年ぶりの銀メダル、そして4位と12位、東京の夏を舞台にした3人揃っての大健闘に日本中が熱狂したのです。更新しています。15年間世界のハンマー投げを席巻してきましたユーリー・セリフの2回目です。1投目は81メートル38、その2投目です。これも越えられている。さあどうか、80メートルラインを越えてきます。おーという観衆の声が上がりました。81メートル70、徐々に記録を伸ばしてきますユーリー・セリフ。スタートしました。ペレかブロイヤーか、あるいは5コースのマイルスか。6コースのブリズギナがスピードに乗っています。そして一番外側のマイルス、ここでずっと出てきたのがペレです。ペレがスピードに乗った、ブロイヤーはそれについている。そしてブリズギナ、ペレが一段とスピードに乗りました。あと 200m 余り、前半終了。そしてここから後半に入ります。ペレがスピードに乗る、ブロイヤーがぴったりとマークしています。ブロイヤーかペレか、あるいは一番外側のアメリカのマイルスか。ペレが先頭、ブロイヤーが追い込む。さあここからの勝負になります。ブロイヤー追い上げる、ブロイヤー追い上げる。ペレそろそろ疲れるか、ブロイヤーかペレか。ペレリードしています。あと 50m に入った、ブロイヤーかペレか。ペレがちょっとスピードを鈍った、ペレ鈍ってきた。ブロイヤーかペレか、ペレがリード、ペレがリード、ペレがリード、そのまま保ってゴールイン。ペレ、そしてブロイヤー3着にはスペインのマイルス。自己新ですか。自己新ですね。フランス新記録をマークしています。49秒13。最後ブロイヤーが捉えるかなと思ったんですが、これは世界歴代8位の記録に当たります。122連勝の記録を持つ偉大な前チャンピオンモーゼスの見守る中、 400m ハードルがスタート。男子 400m ハードルスタートしました。マテテがまず軽快に走っています。マテテがリード、ハリスがこれを追う展開になっています。ハリスもかなり飛ばしている。マテテがしかし前半から飛ばしている。飛ばしてますね。グラハンも来た、グラハンもいいペースで来ています。
待てて飛ばしている。前半は待てて圧倒的にリード、それにグラハムがつく展開になりました。さあ後半に入っています。待ててスピードを維持できるかどうか。待てて先頭、グラハムが続く。ハリスはどこから出るか。待てて先頭だ。さあ8台目のハードルに向かっている。待ててが先頭、グラハムが続く。ハリスが続く。ハリスは今3位だ。ハリスは3位だ。さあ9台目のハードル、待ててグラハム追い込む。グラハム追い込む。グラハムが来た。ジャマイカのグラハム。さあ待ててはどうだ。待てては並ばれた。並んだ。さあ最後はどうだ。待ててがゴール。待てて優勝。そしてグラハム47秒64、47秒台が出ました。本命が勝つ。横綱相撲の醍醐味を見せてくれたのが男子 200m マイケル・ジョンソン。さあ1回でスタート。ものすごいフラッシュが場内たかれております。マイケル・ジョンソン、さあどうだ。魔法音が出ています。5コースの魔法音出てますよ。ジョンソンが出てます。ジョンソン来た。ジョンソン来た。ジョンソン並んだ。ジョンソンリード。ジョンソンリード速い。ジョンソン速い。全く相手にならない。ジョンソン、そして2位にフレデリクス。ジョンソンリード、あと30メートルです。全く速いジョンソン。ジョンソンあと5メートル、ゴールイン。20秒01。2位にはフランキー・フレデリクス。初の世界一マイケル・ジョンソン。本命と言われた男の頬を伝った一筋は世界陸上で勝つことの重みを教えていた。過激で過酷なこの競技が初めて3種目生中継された。まずは男子20キロ競歩。注目は世界陸上2連覇を狙うダミラノ。スターティングブロックについたところ、急にこの競歩の選手が入ってきました。ダミラノ、そしてその後ろはシチェンニコフがついています。ダミラノ、イタリアのダミラノです。前回のローマの世界選手権でも金メダルを取りましたダミラノ。その後シチェンニコフが懸命に追っている。おっとダミラノの力がガクッと落ちたか。シチェンニコフがトップ、トラックの争いになりました。ダミラノがちょっとスピードが鈍った。チェンニコフが後ろを振り向いている。おっと今度はダミラノを逃した。これはどういったことでしょう。ゴールを一周間違えてスパートをかけたシチェンニコフはダミラノのスパートに追いつく気力を失った。ダミラノがトップ、これは優勝ほぼ間違いないでしょう。2連覇間違いない。イタリアダミラノ、最初の金メダルはイタリアです。手を挙げますダミラノ。ダミラノあと 15m、 ダミラノ金メダルです。十字を切ります。ダミラノ1着ゴールイン。正しくトップが入れ替わった女子10キロ競歩。最後にトップに立ったのはベテランでも本命でもなく22歳の新鋭アリナ・イワノーワ。台風の通過という最悪のコンディションの中、男子50キロ競歩はスタートした。
雨が上がった後は猛烈な湿度が選手を苦しめる。全く並んでいます。ペルロフ、ポタショフ、ペルロフ、ポタショフ、全く並んでいる。さあこうなりますと写真判定になるか。まだ出ない、まだ出ない。あ、肩を組んでいます。肩を組んでゴール、肩を組んで二人三脚のゴールです。若干19歳で第1回大会の棒高跳びのチャンピオンとなったセルゲイ・ブブカ。ブブカの出場する大会では2位を狙うしかないと言わしめた実力で世界陸上3連覇を狙う。ブブカの戦いは5メートル70から始まった。6メートル10という世界記録を持つブブカにとって5メートル70はいかにもたやすそうな高さに見えた。しかしブブカは1ヶ月前から左足を痛めての出場だった。足をかばってパスし続け勝負と見た5メートル90にかけるブブカ。この失敗で足の痛みは悪化、ますます苦境に立つ。ブブカの前に立ちはだかったのは22歳の新鋭、ハンガリーのイストバン・バギラ。
この成功がバギュラを一気に単独トップに立たせた。ブブカは5メートル90をパスして95の勝負に持ち込んだ。5メートル95、残されたチャンスは2回。ソビエト、そして世界を代表するポール・ボルター、セルゲイ・ブブカ、3連覇に今黄色の信号が灯っております。果たしてこの 5m95 を成功させるのか、それとも失敗して一気に6位まで転落するのか。ソウルオリンピックでも優勝でした。前回のローマでも優勝でした。さらにはヘルシンキでも若干19歳で優勝を飾りました。さあセルゲイ・ブブカ、これを落としては3連覇なりません。 5m95、飛びです。世界最強の男です。世界陸上3連覇を狙う男がここにもいる。グレッグ・フォスター、33歳。世界記録を持たないフォスターにとって勝つことが唯一の勲章。執念の3連覇は偉大な記録となった。今シーズンベスト8がそのまま決勝に顔を揃えた女子 400m ハードル。スタートを切りました 400m ハードルです。ゆっくりとスピードを上げていきます。レドフスカヤがやはり立ち上がりがぐっとスピードを上げていきます。ファーマーパトリックはスピードは伸びていない。レドフスカヤがぐーんと出ていきます。6コースソビエト、レドフスカヤ、ソウルオリンピック銀メダリスト、コーナーのカーブ、ちょうどコーナートップに入ります。レドフスカヤトップ、レドフスカヤソビエト、パトリック調子いいですね。ファーマーパトリックも上がってきました。ファーマーパトリック第8ラウンドに入ります。レドフスカヤわずかにリード、ファーマー追い上げた。ソビエトのレドフスカヤリード、そしてポドマレオは伸びていない。レドフスカヤ、そしてその前イギリスのガゼルが上がった、ガゼルが上がった。ファーマーは回った。3人並んだ、ラストハードル残り 40m、 3人並んでいる。レドフスカヤ走る、ファーマー遅れた、奥ガゼルが追い込む、ガゼル追い込んだ。レドフスカヤ勝った。レドフスカヤ、2位がガゼル、3位がアメリカの7コースのビッカーズ。ファーマー敗れました。レドフスカヤ勝った。男子 400m は一次予選から異常な盛り上がりを見せた。高野進、30歳、選手生活の全てをかけて 400m 決勝進出を目指す。一次予選1位、
二次予選2位。ここまでのプランが1ヶ月前に出来上がっていた。いよいよ準決勝。いつもここで世界の壁に阻まれてきた。しかし高野には後がない。無酸素疾走といわれる 400m を戦うには限界年齢なのだ。この大会でやるしかない。スタートです。さあ早くも大歓声が起こっています国立競技場。高野はまずリラックスしてリラックスして最初のスタートを切ります。ここからスピードに乗ります。軽い走りでいけばいい。高野いい走りを見せている。そして1コースのダニエルも頑張っている。高野は今先頭か。高野先頭。あと 200m を切った。あとはもう吹っ飛ばすだけです。高野いい走りを見せている。ロジャーブラックが追っている。高野かブラックか。バルモンは遅れている。バルモンが出てくる。ブラックに続いて高野今2位。高野2位だ。ブラック1位。ブラックが先頭。あと 50m。 バルモンか高野か。あるいはブラックか。今3位は確定。今ブラックはゴールイン。バルモン高野3位。決勝進出。日本の高野、吉岡隆徳選手以来59年ぶりの決勝進出を決めました。スタートしました。日本の高野、飛ばしてるぞ。高野はスルッと出ています。そして3コース、ブラックが出た。イギリスのブラックがグラッと大きなストライド。第2コーナー回った。高野が頑張ってる。ブラックが出てる。高野も出ている。そしてこの後第3コーナー入ってくる。高野飛ばしてる。高野イヤッポンスルーいてる。高野頑張ってる。第3コーナー回ってきた。高野リーグつけてるか。高野いいぞ。インドジョスは抑えてる。そしてコーナー回った。ダイヤコーナー回った。あと 100m。 日本タがついてる。日本タがもらってる。そして今ロジャーブラックがトップ。ロジャーブラックトップ。タがちょっと遅れてきた。あと 50m。 高野遅れてる。今7位か6位か。7位であるか。今アメリカブラック高野7位か。7位ですね。高野7位。前半飛ばしました。2位につけていた高野、しかし残り 100m ちょっと遅れました。しかし決勝7位、高野よくやりました。ご苦労様です。本当によくやりました。ご苦労様でした。どうも応援ありがとう。お疲れ様。よかったね、ビリにならなくてね。よかったです。女子長距離陣は若手が健闘し決勝に進出。しかし世界は圧倒的な強さを見せつけた。リードを上げます。残り 50m になりました。リズ・マッコルガン、タイムは今31分6秒7秒と進んでおります。誰もついてくることはできません。リズ・マッコルガン、両手を上げて優勝。独特の連帯感が競技への誇りとその過酷さを物語る十種競技。
注目は世界のトップを行くダン・オブライエンの世界記録更新。3回目スタートしました。まず飛び出したのがオブライエンがいいですね。オブライエンがいい。オブライエンがまず中間でトップ、断然に速い。その後は隣のダウト、そしてプラジアが3番目か。オブライエンが速い。10秒42。バックスタンド手拍子が大きくなっています。オブライエン25歳、伸びた、来ました。これは伸びました。 7.26キロの砲丸が軽々と飛んでいきます。気合十分。16メートルを超えてまいりました。1投目から素晴らしい。アメリカのオブライエンが追い詰められました。1m972 回失敗です。オブライエン 1m973 回目飛んでほしい。あコースオブライエン、4コースカナダのスミス、最後1日目最後の 400m。 さあ飛ばしています。オブライエン自己ベストは47秒70。さあ第4カーブにグッと入ってまいりました。ここからが非常につらい 400m。 オブライエンがハイジャンプの失敗をこの 400m で取り返そうという勢いです。そしてオブライエンの後がスミス、その後がスコットとつないでいます。さあオブライエンがそのままトップで入ります。オブライエンがタイムはどうか。46秒53。これはすごい、いいタイムだ。自己ベスト46秒53。綺麗にスタートしました。まずオブライエンです。オブライエン5コースのオブライエンがいい、そして3コースのプラジャ、それからケスキタロ1コースもいい。オブライエンが断然トップで最後のハードル飛んで今1位、13秒94。この向かい風、雨の中13秒台。注目のオブライエン、どうだ、いったか。 50m の手前で落ちました。1500m をですね、4分32秒15で世界タイ記録、確実にするためには4分31秒台で走れば間違いません。世界新記録。砲丸投げ 400m、110m ハードル、棒高跳び、やり投げ、計5種目で自己ベストを出してここまで来ました。オブライエンが金メダル、ほぼ確実にしています。現在8位でカーブを曲がってきました。残りあと 300m、 残りを45秒でいけばいいです。さあここから45秒だ。ここから45秒、世界新記録、世界新記録に向かって25歳アメリカのダン・オブライエン進んでいきます。
さあ残りつらいところ、今日のところですね、今日のところいけます、いけます、いけますか、はい、いけますと、さあここだ、最後の力を振り絞れ、最後の力を振り絞れ、残念ですね、4分37秒台ですね、5秒ほど遅れました。世界記録との戦いにオブライエンは敗れた。しかし挑戦した彼を十種の仲間は称えた。挑戦したオブライエンと共に戦った誇りがそこにあった。男子中距離はアフリカ勢の圧倒的な強さが目を引いた。中でもケニアの速さはスピードの時代から超スピードの時代へ突入したことを告げていた。さあ残りは 100m、 80m、 バルボーサ逃げる、ポールエレングを追う、バルボーサ逃げる、バルボーサ今年度世界ナンバーワンのタイムを持っている。さあコンチェラーが来た、コンチェラーが来た、バルボーサ逃げる、コンチェラーだ、コンチェラーだ、コンチェラーの2連覇。ヨベス・オンディエキ30歳、 1m70cm、 ちょっと苦しい表情。オンディエキ今年誕生した10ヶ月のこのエンマ、女の子、エンマというのはエネルギーのある人という意味があるんだそうですが、そのエンマのために東京で絶対優勝してみせると言っておりました。ヨベス・オンディエキ、ケニア4つ目の金メダル、このオンディエキ初の金メダル、オリンピック世界選手権を通じて初めての金メダルになりそうだ。さあ今バイエサがものすごい勢いで追いつきた。バイエサガンさんは 30m だった。オンディエキしかし逃げ切りそうです。あと 10m、 1着はオンディエキ、13分14秒45。オンディエキ金メダル。落ちますが、ケニアは落とさない。キプタレがそのまま来た。キプタレが来ました。ラストの障害物入る。さあすごいすごいスパート、キプタレイ、そしてサングが追い上げた。サング、ブラーミー、そしてカリビクが遅れた。カリビクが完全4位だ。3位はブラーミーか。今キプタレイ、キプタレイ、キプタレイが1着。舞うように宙を飛ぶ女性たちの戦い。注目は1年11ヶ月ぶりに復活した世界記録保持者コスタディノーワの2連覇なるか。そしてドイツの名家ハイケ・ヘンケルの女王誕生なるか。
痛めた足が回復しきっていないのか、コスタリノーマの表情はいつになく険しい。1m96 の3回目、集中することさえ困難なようだ。スタリノーワが消え、ヘンケルは新女王の座に向かっての一人舞台となった。セリが2番でずっと待機してますね、はい、そして長身のシモンドイル、オーストラリアが後ろからちょうど画面で言いますと4列目に大きな選手がいますが、この人がオーストラリアのシモンドイルであります。この人も素晴らしいパワーを持っています、はい、ラスト1周になってくるぞ。さあここからがトップだ。モルセリがアビータついた。金が入った。あと 400m。 モルセリがトップ、そしてアビータがついている。これはスパートの勝負になりそうだ。カーブを回ってきた。モルセリかアビータか、その差は 1m。 トップはアルジェリア、モルセリ、その差は 5m 開いている。あと 120m。 モルセリかモルセリか、アルジェリア、モルセリが勝負。あと 80m ありました。キョウチがちょっと離れた。これはもう 50m。モルセリの優勝は間違いない。あと 40m、 アルジェリア 1500m を制しました。アルジェリア3分32秒85。モルセリ、ヌルディン・モルセリ 1500m 格闘技を制しました。
南米スリナムからやってきたレティティア・フリースデ選手が勝ち残った女子800メートル決勝。そしてモザンビークからたった一人で参加したマリア・ムトラ選手。彼女はまだ18歳、ジュニアの選手です。2人は共に 800m と 1500m にエントリーしています。オナポールの横を通り過ぎた残り 120m、 100m、 さあキロットか、キロットのスプリントか、ナルジェノワか、さあスプリント勝負になりました。ナルジェノワかキロットか、全く並んでいます。後ろからコバクスが来た、コバクスが来た、コバクスが来た、ヌルジェノワちょっとリード、ナルジェノワリード、ナルジェノワリード、ナルジェノワリード、キロットが乗ります。ナルジェノワキロット敗れた。フリースデ選手は5位入賞、スリナム国内新記録。ムトラ選手はジュニアレコードを出しながらもゴール直前の転倒に巻き込まれて足を痛め、 1500m の出場を断念しました。東京で書く遠い祖国の母への手紙、レースのこと、外国の選手たちのこと、初めて見る東京のこと、そして日本のこと。彼女にとってたった一人で参加したこの大会はどんな風に映ったのでしょうか。一方、早朝の選手村ではフリースデ選手が苦手な 1500m に向けてイメージトレーニングを重ねていました。決勝で3着、それは予想外の決勝進出でした。彼女にとって走るということはどういうことなのでしょう。Running, the spirit of competing well here, I'm feeling good. So I just here doing it for myself, so I'm glad I made it. Thank you. Okay.2日後に行われた決勝の結果は9位。女子 1500m は男子に続きアルジェリアが勝利を手にしました。
人たちの戦いは雄たけびの中で繰り広げられた。結果はギュンターの2連勝。選手たちがこの大会で刻むのは記録ばかりではない、人生の大きな節目を刻んでもいるのだ。ロバーツもその一人、難病を克服しての出場である。今度は出ました。2コースがいいスタート、バーマンです。そして4コースのナロジレンコ、6コースのグリゴリエも出ている。ロバーツがちょっと遅れている。さあここでナロジレンコが出た。ナロジレンコ先頭、ナロジレンコ先頭で今ゴールイン。そしてロバーツ、グリゴリエは3着。優勝はナロジレンコ、タイムは12秒59。この風の中マイナス 1.7メートル、いいタイムですね。彼女も素晴らしいけど、ロバーツもやっぱり頑張ってくれましたね、はい、本当に難病を克服してここまで頑張るっていうのはすごく素晴らしいことだと思います、ナロジレンコ優勝です。前回ローマ大会のチャンピオンパトリック・ショーベリーは両足のアキレス腱の故障が響いてか全くの不振に終わった。ショーベリーとの対決を楽しみにしていた世界記録保持者ソトマイオール、そのショーベリーが去ってソトマイオールの独壇場となると思われた。ここに現れたのがアメリカのオースチン。2m42 バーを上げ、ソトマイオールは一気に勝負に出た。
日本の若手3人が揃って決勝進出を果たした男子1万メートル。スタジアムは一気に興奮のるつぼと化した。しかしケニアの19歳チェリモの驚異的なスピードランでレースは大波乱となる。優勝候補のアンティボがズルズルと落ちてついに最下位に転落。42連勝に向かってトップに躍り出るイルケ・ビルダの一投。追いすがるフリストーは最後の一投。この一投で逆転。一発逆転の怖さを知るフリストーはその一発に託すビルダ、再逆転なるか。偉大な記録の誕生には偉大なライバルが存在する。走り幅跳びのカール・ルイスとマイク・パウエルもそうした誇り高きライバル同士である。66連勝に向かって疾走するルイス。8メートルを大きく超えた跳躍。しかし風がルイスの邪魔をする。参考記録ながら8メートル83、23年前の不滅の世界記録にあと7センチ。パウエルは静かにルイスを観察していた。去年からルイスを追い込んできた。勝てるという自信はある。しかし大きな試合ではスルリと逃げられ、いつもルイスが勝ってきた。今度ばかりはそうはさせない。パウエルは全身に決意をみなぎらせていた。
マイク・パウエル現在第2位、ルイスとの差が大きく開きました。その差29センチ。さあ4回目、大きい声を出した。これも大きいぞ、これも大きいぞ。さあガッツポーズが出た。さあこれは9メートル近くまで行っている、さあどうだ。ああファウルだ、ファウルだ。激しい抗議をするパウエル。これがファウルかというパウエル、なぜだというパウエル。ついにルイスはやった。不滅の記録を塗り替えたのだ。追い風の参考記録という条件付きであれ、8メートル91を飛んだのは紛れもない現実。カール・ルイスはまた奇跡を起こした。パウエルは動じなかった。これがルイスのやり方だ。いつも最後には必ず勝つ。これまで何度ルイスの奇跡を見ただろう。だが今度は違う。奇跡を起こすのは俺の番だ。パウエルは自分に言い聞かせた。今度は俺が奇跡を起こす番だ。ルイスを破って勝つことに意義がある、そう話していたパウエル。ルイスの連勝をストップするためには8メートル91以上が必要です。マイク・パウエルの5回目、ゆっくりとスタートを起こしました。スピードに乗ってくる。踏み切りはどうだ。さあ行ったぞ、行ったぞ。さあ行ったぞ、これは行った、これは行った。これすごい。9メートルか、夢の9メートルがなったか。そして世界記録は出るのか。世界記録は8メートル90です。さあそれを超えたかどうか。パウエルは最後まで気を許さなかった。相手が勝ったと思った瞬間、信じられないパワーで逆転するルイスを何度も見てきている。91年夏の東京で3度目の奇跡は起こらなかった。それを最初に悟ったのはルイスだった。
カール・ルイス敗れるのニュースはすぐに世界を駆け巡った。肉体の可能性をさらに広げて見せてくれたのが車椅子競技でした。腕だけの力でトップアスリートと変わらぬタイムをマークします。挑む勇気と成し遂げる力が人々の胸を熱く揺さぶりました。フローレンス・ジョイナーが去った女子短距離界で新しい女王を決定するレースとなった東京大会。新女王候補はオッティとクラッベ。10年間ナンバー2に甘んじてきたオッティにとって、31歳にして初めて巡ってきたビッグタイトルのチャンス。統一ドイツの申し子、名スプリンターを生んだドイツの伝統を継ぐクラッベ、21歳。とクラッベ交錯する視線に殺気がみなぎる。さあ1回でスタートした。オッティちょっと遅れている。クラッベリード、クラッベがいい、クラッベがいい、オッティ遅れている。 50m の過ぎた。クラッベリード、意外な展開だ。オッティが追い込む、オッティ追い込む、クラッベリード、クラッベリード、クラッベが勝った、クラッベが勝った。オッティ3位。メートルはクラッベに軍配が上がった。しかしまだ2人の戦いには第2ラウンドが待っていた。スタートしています。
さあクラッベいいスタートを切っている。クラッベリードしている。オッティもいい感じだ。オッティもいい。そして7コースのプリバロワ、この3人の争いになりました。クラッベ、クラッベ、クラッベ先頭、クラッベ先頭、クラッベだ、クラッベだ、クラッベが来た。オッティはどうだ、オッティはどうだ。ほとんど並んでいる、並んでいる、並んでいる。クラッベややリードか。クラッベリード、クラッベリード。そして間からトーレンス、トーレンスが来た。クラッベ優勝。トーレンス2位、またも3位のオッティ。オッティまたも敗れました。オッティにとってこれは悪夢であったに違いない。東京の空にこだまし、全世界に響き渡る大会初の統一ドイツ国歌。しかしなぜか表彰台にオッティは姿を現さなかった。 4×100m リレーの決勝、これがマリンオッティであります。スタートを切りました。ドイツ6コースがジャマイカ、5コースがジャマイカ、6コースがソビエト。ドイツがずっと、そしてソビエトがずっと前出ています。ソビエトがトップか、ソビエトがトップか。そしてドイツはクラッペ、ドイツはクラッペ持った。クラッペがガーッと前出ます。クラッペ速い、クラッペ速い。クラッペがガガ出ている。そしてリシターに繋ごうというところ。クラッペからリシターに繋ぐ、繋いだ。ドイツソビエト、そしてジャマイカを追っていきます。ドイツソビエトジャマイカ、ドイツがリードか、ドイツがリードか、ドイツがソビエトが出ています。ソビエトがリード。そして今アンカーのプリバロンはスタート。そしておっとドレクスラ、ドレクスラ遅れた、ドレクスラ遅れました。ソビエトがソビエトがジャマイカ、オッティやった、オッティ出た、オッティ出ました、オッティ出た、オッティ金メダル、オッティ金メダル、ジャマイカ金メダル。ジャマイカ41秒94、世界記録なりませんがジャマイカ初の金メダル。ジャマイカソビエトドイツ、ジャマイカ金メダル、オッティ金メダル。100m 200m ドイツのクラッペに敗れました。このマリンオッティ、チームプレーで初の金メダル、やりました。オッティが見せた初めての笑顔。選手たちの表情は実に豊かで、時には驚くほど心の内をさらけ出す。それは真剣に生きている証であり、魂の叫びのようにも見える。プリズギだ。そしてソビエトはトップだ。アメリカがソビエトはプリズギだ。
そしてアメリカレザーウッド、アメリカレザーウッド、3位はイギリス、4位はドイツ、ブロイヤーです。ブロイヤー3位に上がるか、ブロイヤー3位に上がるか、ブロイヤー3位に出る、上がる、さあどうだ、ソビエトがドイツが3位に上がった、2番ソビエト合流、1位ソビエト、2位アメリカ、3位ドイツ。イギリスだ、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 イギリス、イギリス勝った、勝った。